思議な体験その22、ザクロ。ガキの頃の話です。これもちょっとオカルトというよりは何だったんだろうなぐらいの話でしかありませんが、当時の実家の周囲には古い家や路地がたくさんありまして、学校から帰宅するおいらローカルのルート、ザクロの大きな枝がコンクリート塀から覗く細い路地を通るのが当時のお気に入りルートだったんですね。そこはかなり入り組んだ細い路地で旧家が並んでおりました。で、おいらはその途中にある納屋って言うんですかね、農作業の道具がたくさん置かれた小屋を勝手においらの基地と決めつけて、拾った鉄の棒やらなんやらガラクタを収納してはコツコツと基地っぽく作り変えておりました。お菓子やジュースなども持ち込み、雨の日は一人こっそりとその小屋に忍び込み、雨音を聞きながら貯めておいた漫画やらを読んだりと、結構エンジョイしていたんですね。ある晴れた夏の日、おいらは久しぶりにお菓子を確保したので基地に行ったんですね。で、基地の前に着いた時、向こうに見える大きな古い門の奥に人影が見えたんですね。おいらはとっさに、それがおそらくこの納屋の持ち主で、納屋の異変に気づいて今まさにその原因の子供を見つけたところなんだと察知しました。慌てていかにもただその前を通り過ぎようとしました風を装ったんですが、納屋は道から少し奥に入ったところで、その真ん前まで行っていた状態ではもう言い逃れも無理。その家から近づいてきたのは一人の男性、おそらく40代ぐらいだったと思います。その人は親というような顔でそばに寄ってきたわけです。当時から結構諦めの良かったおいらは、ガキなら普通そこでわっと走って逃げるところを、別に納屋の中のものを盗んでいたわけでもないし、謝れば許してくれるだろうと思っていたんですね。すると男性は、ああそこの納屋でいつも遊んでいるのは僕なんやと明るく話しかけてきたんですわ。おいらは、あはいすいませんと言うと、男性は、別にええけどあんま危ないことしなや、鎌とかもあるしなと言い、また家の方に引っ込んでいきました。それからおいらはその家の門が開いていればそこに顔を出して、男性がいる日は挨拶をして納屋を借りていたんですわ。男性も気を利かせてくれたのか、ある日行ってみると納屋の中にあったトラクターをどこか別の場所に出してくれていたり、農具が置かれていた棚を開けて、おいらが持ち込んでいたガラクタをそこに並べていてくれたり、おいらもガキなりに頭を回して、つうかこましゃくれたガキだったもんで、なぜかおっちゃんにお礼をせねばなんて考えて、納屋に当時おいら一番のお宝のラジコンを置き、使ってええでと書いた紙を置いていたり、すげえバカで、ある日こんな楽しい基地はおいら一人じゃもったいないと思い、親友であった近所の友達をそこに招待することにしたんですわ。あのおっちゃんなら言えば友達連れて行っても大丈夫と思っていたんですね。拾ったドリルのセットもあるでとか言って、学校にいる時から大盛り上がりのおいらたち、6時間目が終わると2人して早々に納屋に向かって走って行ったんですわ。が、納屋の扉が開かない。いつもこの小屋だけは開いていたのに、
その日はなぜか閉じていたんですね。あれ？と思い家の方を見たけど、家も門は閉まっていて、おかしいなぁなんて言いながらどうにかして納屋に入ろうとするのですが、扉はがっちり閉まっていてびくともしなくて、いやそれだけじゃないんですよね。扉の下を見るともう何年も開けたことがないかのように地面の土が覆いかぶさり、とても開く状況じゃないんですよ。とりあえず家の呼び鈴を押すオイラが、その呼び鈴もなんだかサビサビで、鳴っているんだか鳴っていないんだか怪しいもんで、でも少しすると門が開きまして、そこにはムスッとしたおばさんが一人、結構長いことこの家に顔を出して挨拶していましたが、そんな老婆を見るのはその時が初めて。オイラはとにかく、おっちゃんいますか？と言ったんですね。が老婆、もう意識が朦朧としているのか、何かイライラしているのか、おっちゃん誰それとちょっとヒステリックに言うわけですよ。オイラは、あ、いつもそこの小屋使ってって言われてたんで、と言うと、ばあさんは、小屋？あかんで、そんなとこで遊んだら。僕らそんなんしたら、泥棒やがな。と、えらくひどいことを言い出す始末。結局、納屋は見れず、友達にはおいらがちょっと嘘つきみたいなイメージ持たれてしまって、散々でした。でも、どうしても納得いかないオイラは、それからもしばらくその家の前を通ったりしてみたんですが、やはり同じ。二度とあの優しい男性に会うことはありませんでした。で、ちょっと不思議だったのは、納屋にかけられていた錠前が錆で盛り上がるほど古く、小屋の帳板と癒着しちゃっていたことなんですよね。おいら数日前までそこで普通に遊んでいたはずなんですが、その錠前は開けることはおろか動かすこともできないぐらい完全に固着していたんですわ。それで数ヶ月した頃ふと気づいたのですが、そこに置きっぱなしになっていたはずのラジコンでオイラが遊んでいるんですよね。まあそこはそれ、バカガキなので、あれ？いつ持って帰ってきたっけ？ぐらいにしか頭は回りませんでしたが、今でもスーパーなどでザクロを見かけると、その当時の納屋の中で遊んで暮らしていたカビっぽい匂いと藁の匂いの混じった空気を思い出します。